で残した、例えばこれ、エディっていう作品なんですけれども、この作品が一見非常に分かりやすい作品です。皆さんもパッと見てですね、抽象的でもないし、人物が出てくるし、親しみのある人たちが出てきます。ところがこの作品にはですね、このように理解する手がかりが一つもありません。つまり、どういうことかというと、登場人物についての情報が一つもない。それから、そもそも共有すべき記憶がどこにもないんです。宗教的な記憶もなければ、神話もなければ、歴史もありません。で、ところがですね、マネが登場することによって、現代美術が、つまり美術がややこしく、難しくなる理由は、実はこの背後に隠されています。つまり、マネは現実を描いてるんですけれども、実はこの作品を読み解くにはですね、一番最後に描いてあるんですけれども、五感のアレゴリーという、ルネサンスからずっと続いている、まあ、特に16世紀ぐらいから続いている美術の伝統があります。でこれは触覚、視覚、聴覚、嗅覚、味覚という5つの要素が必ず絵画の中に現れてなければいけない。でこれが実はこの絵の中には散りばめられてますけれども、それを読み解く必要があります、我々。例えばですね、女の子の、右の下のところにはちょっと見にくいんですけれども、なぜかあそこにブドウが置かれています。でこれは実は味覚のアレゴリー、偶意になっているんですけれども、あるいは、女の子が鉄格子を握っています。これは触覚のアレゴリーという、つまり、技術を読み解くのにですね、マネは、非常に古典的な知識を散りばめます。でその散りばめた古典的な知識を我々が読み解かないと、なかなか作品が読み取れないということになります。次行きましょう。でこれも有名のオランピアというオルセ美術館の作品ですけれども、実はベニスのビエンナーレが6月に、オープンした時にですね、たまたまベニスでこの2つの作品が並びました。これは奇跡的な話なんですけれども、ピッツィにある、ウルビーノのヴィーナスと、実はオランピア、マネは実はこのヴィーナスのことにこのオランピアを描いたんですけれども、でもちろん皆さんよくご存じのように、このオランピアはですね、娼婦、オランピアというのはイコール娼婦の一種のというかな、源氏なんだよね。オランピアといえばフランスの人は、当時のフランスの人は娼婦というふうに理解をしました。でこれはこの女性は実際の娼婦ではありません。さっき出てきた鉄道の、絵画に出てきた女性がいましたけれども、これはビクトリー・ル・ブーランというその、マネのモデルをした人なんですけれども、でその彼女がそれを、まあ、役割を果たしました。でここにも実は、読み解く鍵があります。というのは、ウルミーノのヴィーナスのところに足元に犬があります。で犬というのは、低層とかですね、定女とかっていうふうなもののアレゴリー、グリなんですけれども、でこの実はウルミーノのヴィーナスも、ある意味で非常にこうスキャンダラスな作品です。というのは、低層を表している犬が出てしまっているわけです。でつまり、低層について実は、ここではですね、むしろそのエロスを表すために、この作品ではですね、犬が出てしまっています。で翻ってマネの方はですね、犬の代わりに右端にこの黒くて見えないんですけれども猫が登場します。でしかも猫の尻尾が立ってます。でこれは浴場を意味しています。でこういうふうにですね、その過去の作品から引用してるんですけれども、そこを読み取って読み替えていくような複雑な仕掛けが登場します。それからその次行きましょう。でこれもすごくスキャンダルスなそのマネのもう一つの作品が、これも皆さん多分よくご存じだと思います。でこのモデルも実はブーランです。まあ、3人とも同じモデルなんですけれども、でこれもですね、単に公園で、まあ、ちょっと唐突に裸の女性と男性2人がですねピクニックしているように見えます。 で実はこの作品も、作品の部分に使われます。次の、でこれは左の作品、パリスの審判というそのラファエロの作品で、その右のところに男性と向かい合う男性がいますけれども、あの構造を使っています。それから、ジョリオーニの父親の合作ですけれども、庭園の合作というこの作品も引用しています。でつまりですね、19世紀以降の近代の画家、まあ、現代もそうですけれども、現実を自分たちが置かれている身の回りを主題にするんですけれども、構図だとか意味をですね、過去の特に古典的な美術作品を引用しながら、実
は構成していっているところがあります。でつまり現代美術が分かりにくい理由はですね、この二重構造が美術の中にあって、それを読み解かないと真の意味が読み取れないというのが大きな理由の一つになります。でこれは次回にですね、具体的にじゃあ現代美術の作家がこんなふうに、仕掛けをしているかどうかということを説明しながらですね、現代美術をどういうふうに言ったらいいかというのを次回のコラボでやりたいと思います。どうもありがとうございました。